ことだろうと思って。私は前立つ宇宙船がおそらく前立つのではね、はい、地の電波を増しても私は当時21歳でございますね。全く君には頭が触るよ。いや、とんでもない。これどうも解消がないもんで、嘘、あの回まで君たちをやらしちまって。そうです、最新版だよ。どう、どちらへ。 これから牧博士のところへ話を聞きに行くんだよ。君たちよく商売やってんな。うん、今夜銀星人が現れっていうのに。安倍さん、銀星人なんか平気だい。ね、枠さん、皆さんも急に忙しくなりましたね。